します。献血にご協力ください。ただいま血液が不足しております。お願いします。献血にご協力ください。 AB 型が大変に不足しております。お願いします。献血にご協力ください。お願いします。献血にご協力ください。ただいま血ご協力してくださるの？そう。でもおいくつかしら？51歳？え、6歳。まあ老けてるわね。シワがダラダラしてるわよ。あ、突っ張った突っ張った。そう、でも残念ね、15歳以下はまだ献血できないのよ。大きくなったら来てちょうだいね。はい、いい子は帰りましょう。お願いします。献血にご協力ください。 AB 型が大変に不足しております。お願いし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 ます。お上手ね。コーラス部に入ってらっしゃるの？そう。でもね、ここは学校じゃないのよ。お姉さんは何がおかしいの？お姉さん、何を笑いこがえてるの？お姉さんでしょ？お姉さんはね、今献血のお仕事をしているのね。だからもう邪魔しないでちょうだい。はい、いい子は帰りましょう。お願いします。献血にご協力ください。 AB 型が大変に不足しております。お願いします。献血にご協力ください。 AB 型が大変に不足しております。だからこれは分かった。今ハモってなかった？何はにかんでるの？だからやめてちょうだいって言ってるでしょ。そういう風にハモられちゃうと、お姉さん一生懸命仕事してるのになんかふざけてるように見られちゃうでしょ。それになんていうの、そのコーラスの裏返ったねーって声聞くと、もうお姉さん鳥肌がねーって立っちゃうの。嫌いなのその声が。わかる？ほら、あの歌にも必ずあれ歌うと出てくるでしょ。何したかしら、あれあれ、夏が来れば思い出す遥かな大勢遠い空。もう一回だっつってんでしょ。え、なんでハモるのよ。あっち行って、あっち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 までハモんじゃねえ。水に投げるな、バカ。あ、失礼しました。お願いします。献血にご協力ください。 AB 型が大変に不織布しております。おろよろよろ。お願いします。献血にため息の出るようなあなたの口づけに。バカにしていいですか？命に関わる大切な仕事をしてるっていうこと。いやだから、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 やめなさいよ。何度こんなことしなくちゃいけないの。私が、私がね、一生懸命どん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 。こんなヘリまで来ていい？お姉さんがね、ほら逃げるのね。お姉さん、お姉さん、こっちにも来んのか。お姉さんはこの仕事に命をかけてるのよ、わかるわね。命をかけて、いや違う、命、ボンバイエ、命、ボンバイエ、じゃーん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 、よろしくお願いいたします。さあ、今日はではゲストをお迎えしております。では、ちぃさん、こちらへどうぞ。さあ、簡単でございますので、1、2、3、どうでございます。では、行ってみたいと思います。それでは、ご賞味願います。いくぞ、1、2、3、でありがとうございました。
皆さんこんにちは。地球に乾杯の時間がやってまいりました。明珍美希です。今日は衝撃のコントから始まりました。ゲストはコントだるま食堂の3人の女性です。こんにちは。よろしくお願いします。まずメンバーをご紹介いたします。はい、真ん中のリーダーの森下由美さん、はい、森下由美です。はい、そして私のお隣の佐藤和子さん、はい、佐藤和子です。はい、そして、星野理恵さん、はい、星野理恵一番若いです。変わらないし、はい、もう今年で結成35年、はい、ということでまずはその乾杯に行きましょう。今日のワインはドイツのワインですね。はい、リースリング、シェーファーというところですかね。はい、2019年です。ワイン好きの方、2019年もいい年だと言われております。そうなんですね。ではまず乾杯を。はい、そうでしたか。はい、はい、じゃあおめでとうございます。ありがとうございます。いただきます。おいしいこれはドイツ、本当にすっきりと、ドイツの香りがしますね。ドイツの香りがしますね。わかりますか。なかなかみんなグラスから手を離しますね。はい、好きなものですね。9月に中野ゼロホールで35周年の記念の舞台をなさいましたけれども、はい、今日はその長い長い道のりを何回も伺いたいと思います。はい、はい、でまず、今披露していただいた舞台ですが、タイトルは献血だそうですね。はい、そうです。はい、作者はどなたなんですか。これはですね、普通私たちのコントは大体私が書いているんですが、これはなんと、はい、三谷幸喜さんが書いたという。三谷幸喜さん、はい、今、はい、大活躍の、ねね、彼がまだ駆け出しの頃だったので、ラジオの台本とかそういうのを書いてる頃ですか。そうです、今そうでしたか。ずっと映画ありまして、それで一本こんな感じの、こんな感じのどうかなって言ったら、サラサラサラって書いてくれた。そうでしたか。初期の作品なんですよね。そうです。はい、35年前、そうだね、それで。そうだね、結構ね、そうですね、ずっとやり続けております。はい、ちょっと変わったりね、はい、しておりますし、はい、子供の体が重くなってたり、歌も変わってたりとかして、この年でまだ黄色い帽子をかぶってやっております。でもこの3人の作品が一躍脚光を浴びたのがですね、はい、NHK の演芸コンクールですね。はいはい、こちらで受賞されたということですね。これが88年のことでしたね。はい、そうでございます。まあ、それから大活躍なんですけれども、はい、ありがとうございます。で皆さん、森下さんと星野さんは実の兄弟なんですね。そうなの。兄弟だから。ね、お姉さまと妹さんということですね。はい、私は他人です。嬉しそうに言うんですね。すごく嬉しそうに言うんですよ。もともとはですね、森下さんがプークの人形劇団の研修、はい、そうです、アカデミーって2年研修するところがあったので、そこで編集をしていました。はい、そうですか。これ人形の、人形です、頭と手で。こんにちは。もうでもね、プーク人形アカデミーじゃない、プーク人形劇団といえばもうね、その子供の教育のためにもうすごくね、ちゃんとやってらっしゃる素晴らしい劇団なのに、うちの給はなんかのんべが多くてですね、授業よりもよく集まって飲んでは、いろんなディスカッション、その頃状況劇場とかそういうのが盛んだったので、唐十郎さんの、そうですね、そういうお芝居の話を飲んではしたような、いわゆるアンダーグラウンドの、そうですね、流行りの頃だったので、まあそれはよく、そうですね。だから人形の方はどうなさったんですか。そうそれで人形と人形を一緒にやるっていうのがなんかね、好きだったの、好きになっていったというか、別役みのるさんの本で確かそれを卒業公演に人形と人間が出るのをやって、私は人間で他の人の人形を持つ、
をやったんですね。でそれからなんかちょっと癖になって、卒業したら普通プークに行くのに、そこの木だけ何人かで劇団作っちゃおうかと言って、そこでもう劇団を作ってしまいましたね。そうですか、その当時は名前は何だった？大衆演劇食堂という。大衆演劇食堂、食堂が好きなんですね。プークは今新宿に、新宿というか住所は代々木ですかね。 そうですあそこにありますけれども、あそこです、あそこの屋上でよくみんなで、ね、青春ですね、そうなんです。大衆食堂、大衆食堂が好きで、どちらかというと昔デパートにお好み食堂って高級なのと、ちょっと大衆食堂っていうのがある、この大衆の方がなんか好きですね。いい感じですよね、なんかね。でそんなのを作りました。そこからですね。そこからですかね。そこからです。で、一時吉祥寺を拠点にされてたんですかね、東京の。あ、それがですね、この二人の出会いの劇団が、佐藤さんと森下さんの出会いの劇団。はい。それが名前は吉祥寺ウィークエンドシアターっていう名前なんです。吉祥寺ウィークエンドシアター。はい、毎週やろうっていう、そういう土日お芝居をやるって言って、それだとこうみんなちょっとずつ食えんじゃないかみたいな、こう触れ書きがあったので喜んで入ったんですけどね。でそこで一緒だったんだよね。その時のですね、まず衝撃の写真もあるんですけれども、はい、そうそう、これなんですが、です、ね、皆さん分かりますかね。これが入る前だ、入る前か、これはワインの美容、説明をどうぞ、はい、これは森下さんと知り合う前、後か、はい、後だ、これは吉祥寺ウィークエンドシアターの後か、私に行くな本当にね、35年もやってると、ね、どっちが先でどっちがとか分からないんですけど、後じゃないかな、かこれはだるま食堂に行くまでの間ですね、はい、そうですね、間ですね。ロックンロールミュージカル劇団と、なんか歌ったりとか踊ったりするのが好きだったので、ちょっとそういうところに、やからのところに出していただいて、そうですか、こういう写真も、はいはい、激しいよね、ツイストを踊ったりとかして、そうでしたか、はい、じゃあこの頃に出会った、もうそれちょっと前ですか、ね、ちょっと前になるんですね。でちょっと間空いてるんだよね、出会ってからね。そうなんです。出会って、その吉祥寺ウィークエンドシアターっていうのは、吉祥寺の街でいろいろとイベントを手伝ったりしてたので、街ぐるみでね、盛り上げようって、でそこで佐藤となんかやってる時に、吉祥寺の声優のトイレに一緒に行って、でその時にいつか何か一緒にやろうねって、そうだね、壁越しに行ったようなの、隣の部屋で、それがちょっとあって、でそれから時期が経ってからやることにはなるんですけど、約束はその時したんだよね、そうですか、じゃあそこで、少し、活動をして、はい、でもその時に稽古をして、大衆演劇食堂も一緒にやってたんですね。そこにこいつを、はい、そうですね、私だから、その吉祥寺でやっていたところを、制服で見に行った。あ、まだ学生さんだったんですね。学生さんで見に行った。若いということを、なかなかでも、あ、姉も頑張ってるなみたいな、上から目線で見ていたんですけれども、でそれを見ながらも、その大衆演劇食堂 の演出の方からお手紙をいただいてしまい、あなたは一緒にやるべきだみたいなプロポーズをいただいたと喜んでいたんですけど、後で聞いたら、それはこの人は書かせてたらしいんですけど、演出は裏で意図、美恵さんも入ってもらいたいと、はい、なんでそのスカウトをされた気持ちでちょっと、はい、大衆演劇食堂に入ってて、はい、ね、何の基礎もなく始めました。吉祥寺ウィークエンドシアターの時はどういう作品を演じてたんですか？そこはですね、喜劇の劇団だったので、喜劇は私たちやってたよね。そうですね。でもまだ配役でしたね、その頃は。どちらかというとこう通り抜けるような役をやってて、美味しいところ、そうそう。草村玲子さんとか、草村玲子さん、ご存知ですか？知ってます。一緒にその時の先輩に当たるというか、そうですか。今でもだから時々はお会いするぐらいな、見に来てくれたりとかしますね。見に来てくれる、そうですか、そうなんですよ、
と、はい、あと諸岡も、あ、諸岡さん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 、はい、その辺の方はいらっしゃって、同じ割とね、ね、うん、まあね、頑張りました。草村玲子さんというと、あの映画で玉子先生と言われて、ね、そうなの、ひどい、うまくお化けに、あの方もね、お酒が大好きな方で、そうですね、もう酔うと楽しくなっちゃう、割とこういう感じのところあるんですけど、あの時は綺麗な卵、女優さんね、いつもね拝見しては笑ってしまう、素晴らしい人です、はい、まあ、素敵な人です、はいね、はいはい、そして今度だるま食堂に至るのは何かきっかけがあったんですかね。そうなんですよね、そのこれが大衆演劇食堂 の、 その演出家のりっちゃんっていう人なんですけど、はい、一緒にやって、まあ、星野も入れ、はい、その3人に一緒に、他の方が結婚して辞めたりして3人になったので、そうだ約束を果たそうと思って佐藤に声をかけたんですね。でその4人で打ち合わせをするつもりだったんですけど、私は、はいはい、そこに行ったらその演出家のりっちゃんが、私結婚して札幌に行くことになったのよって言って、札幌に来れば一緒にやるけどって言うと、何よみたいな、北海道ショックみたいな、ガーン、北海道には行けないっていうこと で、 で残った3人で、はい、3人だるま食堂の名前を変えてね、えー、はい、まあ、劇団だるま食堂、ね、食堂は残りましたが、はい、だるまがでなだるまは何で、そうなんですよ、このだるまね、なんでかっていう、まあ、ミーティングをね、名前を決めるミーティングをいたしましたんですけど、はい、私あのその前にちょっと高崎の方に旅行に行ってて、うん、だるま弁当をお土産に持ってきたの、うんうん、ね、ここにだるま弁当を置きながら、どういう名前がいいかね、ゴロゴロしながらね、いっぱい出てね、何十も名前がいっぱい、うん、牛乳ハイターズとかそういうの出たんですよ、ね、新聞ハイターズとか出てるやろ、それもいいですね、そんな話で、でも食堂好きだから残すかっていう話になった時に、このだるまにみんなが目がいって、だるま食堂か、はい、ね、赤くて可愛いみたいな単純な感じで、あ、そうですね、はい、七転び屋を、あ、そうでしたか、劇団だるま食堂になりました、はい、でその時は劇団なんですよね、はい、3人の劇団、はい、そうです、ということは演目もコントというよりは演劇、はい、演劇で、はい、その前のりっちゃんっていう方は割とその別役さんのようなちょっとこう不条理も入るような、頭を使わないといけないぞみたいなやつだったんですけど、私になってから急にお笑いのようにガンガン頭を使っちゃいけないぞ、そうそう、頭を使わせないぞみたいな、ういうなで、なんか歌があったり踊りがあったりとか、はいはい、そういうちょっと ね、 そうですね、エンターテインメント、いいわね、私今エセミュージカルって言いました、違うわね、だいぶ違うわ、エンターテインメント、でもなんかちょっとあの題材がね、うん、あれじゃないですか、何ですか、あの女の人が男の人だったとかそういうのを、あ、割とね、やってます、ジェンダーフリーみたいな、あ、はい、今のね、うん、ダイバーシティ早すぎたか、時代がやっと追いついたって感じですね、素晴らしい、いいね、それで行こう、ちょっと先を行き過ぎて、そうよ、先を行き過ぎた、そうそうそう、そうです、じゃあ脚本は森下さんがお書きになってたんです、うん、私がもう、はい、あの、そうです、その頃からずっと、急に柔らかい台本になってね、ふにゃふにゃ、なんかでもガリバンで書いてました、最初の頃はね、その頃はね、ガリガリで、こうやってね、うん、こうやって印刷してね、手真っ黒に、はい、これはわかります、ガリバン、あ、やっぱりこれジェネレーションギャップだ、いやいや、そうか、あのこうインクをつけてはこうやるの、一、うん、枚ずつね、こうやって手作り、はい、わらばんしだったんだ、ね、そうそうですね、コピーとかなかったわ、すごいね、この何十年でなかったか、いや高かったの、1枚100円ぐらいコピーだった、はい、で場所は中央線沿線のライブハウスやそういうところですか、はい、あ、阿佐ヶ谷が多かった、はい、あ、そうですね、あの、1回目は阿佐ヶ谷アルスノーバというところで、はい、あの、長峰康子さんの、ね、はい、うん、フラメンコの、そうです、はい、じゃあ中央線文化を担っていた、いらっしゃったんですか、すごい、そこではよく打ち上げがあって、あの道行く人が勝手に入ってきて打ち上げに、あ、そうですか、なんか人数が多いな、打ち上げすごかったよね、夜通し朝まで、はい、宮主がね柔らか
若い人だったもんね、鍵を預けてお湯を好きにやってみんな布団がないから暗幕かなんかに絡まって暗幕はあったかいね何使ってる、はい、そしてだんだんなんとなくコントの方にこうシフトしていったって感じですかね。そうですね、あのお芝居って長い、1時間半ぐらいのを作ってやると、あのなかなか儲からないっていうか、そのペイできないので、短いのを作っていろんなところに呼ばれればいいかなと思って、まだコントってはっきりは言ってないんですけど、その頃パフォーマンスバレーだったので、短めのパフォーマンスを作ろうかって言ってね、いろんな変なパフォーマンスを作ってみたいな、ゴミ袋からこうずっと入ってるんですよ、お客さんが入る時間30分ぐらい、それで突然ビリビリビリってゴミ袋から飛び出してくるとか、そういうなんか変なことばっかりしてありましたね。その時にでもこのボインボインショーっていう私たちのそうですね、あの沼食堂という、まあ今の写真ですけどね、こういうボインボインショーというのは非常に皆さんに好評でしたね。もうその当時ぐらいから初めて作りましたね、なんかそうですかね、はい、そうですね。これはこれでも3代目なので、最初は自分たちで引っ越しの紐でビニール紐で、ね、あのポンポンみたいな感じに作って頭にかぶして、そうですか、はい、じゃあもう劇団の時代からボインボインショーはあったと、はい、なるほど、そうですね、はい、ありました。短かったけどね、はい、じゃあもうコントにしましょうということになったわけですね。だんだんそうですね、でもう改名されたんですよね。はい、はい、これがですね、1985年と、はい、ユニット名は出会いがあったやつですね。あ、そうですね、はい、これはあのそのさっき言った諸諸岡さんって方が、はい、本と山口君と武田君を私たちのライブに連れてきてくださって、でその山口君と武田君が、あ、面白いからちょっと一緒にやらないかって誘ってくださって、それからこうギューンとコントの方に、はい、そうです、ギューンと、だからそこの行ったという事務所にも入って、はい、であのコントの方もちょっと、まあ、教わるというか、何でしょうね、そうですね、いろいろと、はい、そのノウハウを教えていただいて、ツッコミと、ツッコミを教えていただいて、ね、それからコントになりましたね、はい、でいよいよ NHK の演芸コンクールに受賞されて、はい、そしてテレビやいろんなところにもこう活動の幅を広げていったわけですよね。そうですね、はい、ああそうですか、はい、この89年から90年ぐらいはテレビ朝日ザ・テレビ演芸10週勝ち抜きチャンピオン、大活躍ですね。あと原宿ルイードで単独の初ライブ、はいはい、そして91年95年テレビラジオコマーシャルに大活躍でそして96年に充電器、はい、はい、充電に入りましたね、充電にね、この時はやはり皆さん相当毎日お疲れで、ですね、疲れてた？ちょっとなんか何が何だか分からない、あ、そうですね、追われてね、やっぱりね、はい、何かそのテレビもいいんですけど生もいいねっていう、生の方のコント作りをもっとしたくなったのもあったんですけど、とりあえず一瞬子作り期間を1年取ったんですね、仕事しながらだとちょっと、はい、まだその頃そんなに融通の効かない感じだったので、1年休んで子供子作りをしてみようって言って、あのパートナーがね皆さんいらっしゃるんですけども、はい、はい、ね、それがもうね、うまくいかなくてですね、作り方が分からなかったんですから、なんか3人ともできなかったですね、本当に偶然ね、その1年取ったことによって、なんだろうな、もうやることはやったので、あとはじゃあコントを作るだけっていう、もうコントを子供代わりっていう感じになっちゃうんですけど、そういう風になったので、ちょっとその休んだのは良かったかな、そうですね、そうですよね、でその時に旅行へ行ったり、そうですね、いろんな他の人の演劇を見たり、音楽聴いたり、うん、金髪にしてました、ね、その時、あ、そうなんですか、コントの時はね、私はどっちかというと金髪にしちゃいけない役が多いので、その時ばかりは金髪にしまして、そうですか、プロレスラーかって言われました、確かに確かに、
ね、もうそろそろやりましょうかということで2001年に再開ですよね。はい、はいはい、そうです、はい、2001年宇宙の旅と言いましたね、はい、あれが何かみんなこびりついたのね2001年がいいかなっていう2001年キューブリック、はい、そうなんです、でその頃その見てる頃はその頃生きてるかねなんて言ってたら生きてたからね、生きてるね、まだまだ生きてるね、でその年にじゃあライブをやろうっていう、まあ、そうですか、はいはい、2001年がずっとあったのね。再開のライブは場所はどこだったはい、下北沢、はい、劇小劇場、劇小劇場ね、ありますね、駅、はい、前のところに、はい、そこで、ね、はい、割とやりやすいんですよね、こうこじんまりしてるけどちゃんと見えるしっかり、ね、しててね、はい、その時はどんな作品を上演されたんですか。その時はですね、覚えてるかな、あ、はい、あ、暮らしの都庁長、暮らしの都庁長だから、あるか、バレーボールで始まったんだ、はい、一番最初に、五線譜を、あれは何でか、白いゴムかな、うん、はい、黒いゴムで、はい、あのバレーボールのなんていうんですか、ネットのように見せてゴムをこう五線譜のように5本、はい、そこに頭を出すと音楽ができるっていう、こうなんか黒い黒いゴムのをかぶりましてですね、ドーとか歌いながらやったんですよね、そうですか、お客さんが最初なんだこれって途中からあーって思ってくださったんですけどね、それでね、都庁長っていうのを最後にシャープをボンってあって都庁長っていうのをやりましたね、これもネタでも何本か、はい、4本か5本かやったんですね、再会を待ち望んでいた方たちは、はい、もうとても喜んでくださいましたね、ありがとうございます、いっぱい来ていただいて、本当にね、この時ボイボイやったんだ、あ、この時はやってないと思う、ま、だから嵐の都庁長のあのコーラスグループの感じで、この日が打ち上げがあり、あれ、あ、これじゃないか、この時だっけ、打ち上げ9月、そうだよ、そうだよね、はい、2ヶ月に1回そのライブをされてたんですかね、うん、そうですね、2ヶ月に、はい、やってましたね、やってました、はい、そう、一番馬力大作戦、確かに好きなんですね、その2ヶ月に1回とかで、はい、あのタイトルをつけて、はい、この時は1万馬力大作戦、いいよ、皆さん、美味しいよね、すみませんね、ありがとうございます、はい、ちっちゃかったの、はい、1万馬力大作戦というのを始めたんですね、そうですね、そういうのが好きね、2ヶ月に1回やりましたね、はい、大作戦が好きね、そうそう、大作戦なんだか知らないけど、はい、テレビでありましたっけ、ドラマなんとか大戦、ね、スパイ大作戦、スパイ大作戦、そうですね、ピャンピャンもうそういうの好きだね、何かこうねドキドキする、はい、じゃあまた復活ということで、はい、そしてその2011年にその再開から10年を記念して、はい、こういった10のコブというこの、はいはい、DVD ですか、 CD、 ですね、これは、DVD ですが、それはそのライブをライブ、ね、はい、収録しました、この時は、10コブ、ライブの1回をコブと、称しまして、1のコブ、2のコブ、3のコブって言って、で10回目が10のコブってライブというゴールインみたいな、でその時の記念ライブなんで、ちょっとやりたいことをちょっと宝塚みたいに、こう羽をつけたりとか、ね、すごい高い階段を作ってもらって、お客さん幕が開くと私たち上の方から、10個のコブが、そうですか、はい、ね、はい、それはあの、あの見ていただくと集大成的な、そうですね、はい、はい、ついにこ
ましょう。こぶ踏みしめて。私たちは冒険無事、こぶ越えてこぶ越えてやってきた。なのに皆様ようこそいらっしゃいました。ようこそ。ではご挨拶を、はい、ようこそ。ようこそ。ようこそ。せっかくですので裏もようこそ。ありがとうございます。恐ろしゅうございましょう。宝塚風にお送りしてるんですよ。ラーメン姫みたいになってるし、あなた二丁目っぽいし。あら、やった。女よ。私なんか大魔王みたいになっちゃった。確かに。ありがとうございます。のっけからありがとうございます。あなた歩くと私も一緒。漏れなくついていくし。こっちに行くとあなたがついて。ほっと。そしてこちらコブを十分今のうちにお楽しみください。ここだけでございます。そうです。贅沢でございま す、ね、あと一切このコブは出ないことになってねえ。あら、ごめんなさい。私この間ね、お友達の結婚式に行ったのよ。まあ、この羽をつけて。ええ、派手ね。この羽は取れないの。一生つけてるの。でも変わった名字の旦那さんだったわよ。名字がボーっていうの。あら、じゃあ司会者の方が紹介をするとボーケ。うん。ダルマ食堂の冒険夫人十のコブ。ザ・高円寺で2011年の10月に上演されたわけですね。こうやってステップを一つずつ上がってらっしゃったんですね。ありがとうございます。ね、まあね、2011年っていうと東日本大震災のね、そういう時でしたけど、ね、また社会がちょっと不安になった時ですけれども、はいはい、そういう時に笑いで、ね、なんとか元気を出していただこうということでしたかね。私たちも福島どこに行かせてもらったんだっけ。南相馬。南相馬、ね、はい、南相馬と陸前高田をちょっと後かさせていただいて、とても笑ったわって楽しかったわって言ってもらえると本当にそれはね、嬉しいですね。そういう時、まあ、気を使うと思うんですが、演目などはどういうのを選ぶんですか。本当に何も考えなくていいようなって言ってるんですけど、あまりこう重めじゃない感じなんですね。やっぱりボインボインショーとか結構多かったかもしれないね。ちょっと歌に何かを乗せてっていう感じでお送りしたので、あんまり、ね、考えなくていいと、ね、色もカラフルで明るいので、なんかやっぱりこうふっと食いついてくれるのが早いですよ ね、そうですね。心をパッと開いてくれる、ね、1,2,3 だじゃないですけど、一緒に何かを言ってもらうみたいなことサンバっていうのがあって、それはウーサンバってみんなで言うのがあるんですけど、やっぱりそういうんだと皆さんわってなって、ね、ね、盛り上がってくる、まあ、いつの時代でもどんな苦しい時でも笑いというのは大切ですよね。そうですね、本当に喜んでいただけるとね、私たちもなんかね、そうパワーをもらえる。本当に、はい、一緒に作ってる感じがするんですね。そうですね。で、森下さんが脚本を書くときにどういうことをいつもこう
念頭に置いてらっしゃる、それとも着想はどんなところから得るんでしょうか。着想はですね、大体こう普段の、日常生活の中で、例えば後ろの方の話してる話とか、そういうものとか頂戴したりしますね。道を歩いてると必ず、なんか私一回ちょっと面白かったなと思ったのは、3人のなんか女の方が話してて、私も太っちゃったわって言って、一人の方、太ってないわよ全然あなたはって言って、あなたこそ太ってないわよってなんか言い合ってるんですけど、パッて見たら、あのふくよかな方が3人誰が太ってない人なんだろうなと思いながら、そういうなんかこう、はい、気を使い合って面白くなっちゃうとかあるじゃないですか、そういうことももういただきながら、こうなんて言うんだろう、見てる方が傷つかないような笑いがやっぱりいいなと思うので、そうですね、だからコロナの時もその例えばあの5割、半額セールっていうか、終わり6時頃になると半額になるシールが貼られるんです。それをコロナだから近づけない、一人の人が見てる時はちょっと2メートル離れなきゃいけないから近づけられないがゆえの争いみたいなこととか、そういうのをやってる。だから本当に近くのスーパーとかでいろいろもらったりしますね、ネタとか。あ、そうです、ね、それがだんだんこう音楽になっていって、踊りと歌になっていっちゃうとか、最終的に、それがなんか私たちの特徴かなっていう感じ。そうですね、あとは動物とか虫とかを見てると湧くんですよね、なんかナメクジとカタツムリを見てると、こんなにそっくりなのに、なんでカタツムリが可愛がられてナメクジが見られるのみたいな、まれるね、あるだけなのね、あの回転寿司のイカがなぜ残っちゃうんだろうとか、そういう、はいですね、そういうところがあって、あと何かこう例えば対立するものを置いてみんなで試しにやってみると、なんか変なものが出たりするので、その試しにやるのは結構やりますね。そうですね、じゃあ叩き台をお書きになって、はい、3人で演じながらここはした方がいいんじゃないかと、うんうん、そうですね、好きにやってもらって、でもう一回ちょっと台本にしてもう一回やるみたいな感じで、あの、あらぬことを出してきたりしますからね。そうですよ。何も出ないと思います。あるけどね。そうそう。佐藤さんも、その、作品を作る上で、もう日常いつも考えていること、あるいは本を読む、演劇見る、何かこうイメージを沸かせるような工夫はあるんでしょうか。そうですね。私なんか顔はお茶をやってたりとか、茶道、昔なんですけどね、そういうなんか特別な世界っていうのも面白くて、なんかこうお辞儀を何回もするおかしさとか、なんか静かにしてなきゃいけないとかっていう、なんかそういうあとあのお葬式とかもそうじゃないですか、なんかこう大きな声出しちゃいけない、笑っちゃいけないっていう、そういう制約がある場所ってすごく面白いなと思いますね。あ、そうですね、そうですね、そういうところはやっぱりちょっと聞かれますね、そこから何かこう、これは本当になるかもしれない、そうですね、なんか笑いをこらえるってすごくおかしいなと思って、おかしいですよね。伊丹十三さんのお葬式という映画ありましたけどね、あれはやっぱりもう本当に面白いですね。そうですか、星野さんいかがですか、まあ、どうしました、はい、この人の前は役作り、役作りですか、はい、私役作りはね、役作りすると怒られてしまうというか、自然体で、はい、なんか変な癖があるらしい、変な癖がある、演じようとすると私みたいになっちゃうっていう話、演じるとちょっとね、どうしたんですか、もう年齢的に、変な役なんですけど、おばさんと言われてもいい年齢なんですけど、おばさんの演技をするんですよ、おばさんのようにいわゆるなんか、できてるってば、ねえ奥様みたいなことをなんかすごい不自然に、そうでしょうとかなんか言うから、なんだそれや、殴ってやるっていう自然にしてください、はい、そうなんです。役作りは、だから役作りしないっていうのは難しいわけです。そうですよね。そうだね。そうですよね。なんで私もいつも兄さん全員を組んで
撮影を組んでるの難しいやっぱり役作り、ね、難しいのはしないようにしないようにって思ったところでしてしまうわけです、うんうんうん、お子さんの役多いですかね、うん、極端だよねライコさんってあのおじさん男の人、うん、そうなんですね、うん、普通の女の人4本のうち普通の女の人が1本しかなかったりとか、うん、であとは動物をやる、うん、だんだん違う感じになってきたその方が自然なんですね動物というと例えばどんな動物ですか、うんうん、あでもあの私はカタツムリカタツムリね、はい、先ほど、はいはい、入っていただいて、あとはイカは動物あイカ ね, はいねイカ回転寿司に残るイカ、はい、裸デバネズミもやったことある、ね、あ裸デバネズミもあのいやなんかあの肌の感じがそっくりだった見たことない人には分からないカモやりましたねカモやってるあそうだねカモやりましたねそういうなんかね、はいはい、擬態というの、うん、そういうの好きだよ ね, そうね何かに変えてそうですよねやはりお客様に喜んでいただくのが一番こう嬉しいですかね。やっぱり笑っていただければ。そうね、笑いは本当にあの、うん、お客さんに笑っていただくとこう反応が分かる、すぐ分かるっていうのが嬉しいですよね。そうですね。あの3人で三角ではなくてお客さんを入れて四角形で作ってる感じがやっぱりあって、同じネタでもお客さんが違うとね、なんか全然違ったりするんですよね。この間の中野ゼロみたいに大きいホールと、はいまあ、ライブハウスとも違うと思うんですけど、ねうんはい、全然あの声の伝わり方という点ですけど笑い声の伝わり方が違うのであのあんまり早いテンポで広い場合はあんまり早くやっちゃうとその笑い声にかぶっていっちゃうんですねセリフがだから のあんまり笑い待ちって本当にしたくないとこもあるんですけどそういう時はちょっと笑いがこう来てから、うん、でこっちのセリフも向こうの奥の人まで届いてからみたいな距離感はちょっと違いますね近いところであんまり間を取るとみんな寝ちゃうから、ねはいうん、で先日あの9月末から10月にかけて浅草で、はいはい、また上演されてましたけれども、はい、あそこはどういう場所だったんですか、はいはい、あそこはですね、はいあの浅草劇亭といって劇亭、はい、劇場の劇ですねそうですね、はい、浅草はひらがなって言って、はい、そうひらがなひらがなで、あの、はい、遠藤幸子さんという方がやられてるんですけど、はい、あの本当にあの方がこう芸が演芸というか好きで、まあ、演劇もだけどねもともと自分もお芝居ちょっとやってらっしゃったので、はい、あの厭わないっていうかもうぜひやってくださいぜひやってくださいっていうことと面白いものを作るために何だろうな厭わないよね、うん、何かね、そうですね諦めないというかご自宅を改装されて作ったって言ってましたねスペースのようなことは、前はあのそのお家で、ご両親を介護なさってたのかな、うん、その時に作ったこうエレベーター、うん、それはその時に作ったエレベーターが今役に立って楽屋からあの下まで降りる時にそれを使ってなるほど、ね、しかもそれが2人しか乗れない、ね、いつも私たちあなたたち先に私たちが2人で先にそうなんです、うん、最後にこの組み合わせではリーダーがすごいですよねそれでそのお亡くなりになってから劇場にお二人でやったのあれ、はい、そう遠藤さんと手作りだよね、夫のパートナーの方とですよ、ねはいはい、フリースペースとしてぶち抜いて作って、天井が高いからいいですね、そうなんですよ、本当空中ブランコをいつかやろうとしてるんですよ ね楽しみだよね空中ブランコ、まあ、ウイルス問題で少し休止されていたようです、その再開の、はい、記念に登場されたあそれもあるけれども10周年そうですね、10周年できなかったので11周年ということで再開の記念にやらせていただいて、嬉しいことです、ありがたいことです ねあの時に憲法9条を題材にした、はいはい、作品も上演されましたけど、はい、あれは新作ですか？あれは一応ちょっと前に歌は作ってたんですけれども、はいまあ、作ったと言いますか、ありますからね、歌詞が前文
はい、はい、あの一応、全部入ってるかな、はい、全部入ってる、はいね、はい、そうですね、あれはもうまあね、曲は、うん、お祭りマンボなんですけど、美空ひばりさんのお祭りマンボ、ちょうどぴったりハマったんですね、ぴったりだったね、そんなぴったりハマるかって、そうですね、そうなんです、あれはでもあるところに行くと喜ばれますよね、あるところに、ね、憲法九条に対するね、そうです、マンボナンバーナイン、憲法ナンバーナイン、あ、はい、ね、歌った方がいいですか、じゃあぜひお願いします、はい、ではお願いします、お願いします、チャンチャランチャランチャ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 ランチャランチャンチャンチャラ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 ン、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使を国際紛争を解決する手段としては、手段としては永久にこれを、永久にこれを、ほれほれほれ放棄する、じゃんじゃんじゃん、善行の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。憲法ナンバーナイン、ありがとうございました、ありがとうございました、まさに今大切なことですよ ね、 すね、ウクライナの問題もありますしね、本当にね、はい、今はね、でももうね、笑っていてほしいですね、35周年、一区切り、今度の40年に向けて、はい、これからいろいろとライブが目白押しなんですが、はい、はい、これは日本橋ですね、はい、日本橋であります、小江戸日本橋亭です、はい、そして年末にもありますね、はい、12月2日で連続で、はい、あります、はい、そして年末は今度これは横浜になりますけれども、はい、はい、もうクリスマス、はい、24日それから25日と、はい、はい、あります、はい、はい、一緒にクリスマスはいかがでしょう、そうですね、そうですね、はい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 、もう演目はだいたい、どうなの、どうなの、まだ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 考えてますよ、めちゃ多い、今年多いのでね、もう、そうですね、おかげさまでね、嬉しいですね、あとまあ今お見せするとこれは35年怖い、ね、これは35年前です、ホストですよね、これ、ね、でこれがだいたい今と近い感じ、今です、いや怖い、怖いですね、今の方がいいな、ね、そうですよ、そうだ、そしてまた懐かしいのがこれはプーク時代ですかね、あ、そうです、あ、それは人形と人間の、ね、はい、森下さんが真ん中に入ってます、はい、ありがとうございます、最後にこれもお見せしましょう、はい、姉妹です、美人姉妹です、森下さんと星野さんの、はい、誰だかもう分かりませんね、細かったね、ありがとうございます、はい、じゃあまあ最後にあの、はい、一言ずつこれからに向けて、これから、はい、じゃあ森下さんから、はい、ですね、どこまで行けるか分かりませんけれども、もう行けるところまで笑いを作っていきたいと思います、そうですね、皆さんで楽しい時間を過ごしたいと思います、ご陽気に参りましょう、はい、じゃあ佐藤さんお願いします、はい、私も同じようなものなんですけれども、もうとにかく体を大切に、はい、体を大切に、はい、長く続けていき、そうですね、今人生100年時代に突入しましたから、はい、100年経って100
100歳までやっていきたいと思いますので、いいですよね、ぜひ皆様よろしくお願いいたします、ね、はい頑張ります。お前もな。星野さんはこの、はい、これは何ですか。これはですね、ありがとうございます、これはあの、お客様が送ってくれました、なんというんですか、ネックレス、かわいいね、だるまの、はいね、すいません、もうだるまのように、はいはい、この、だるまのように、まあ、とにかく仲良くやっていきたいと思います。はい、締めが締めが仲良く、まあ、まあ、ね、元気で、ね、はい、元気でね、継続のコツは何かありますか。こう3人でね、こう息がぴったり合って、はい、なんで、でもね、最近でもあんまり喧嘩はしなくなりましたからね、最初のうちは結構 ね、 そ、 うね、あのそれこそいろんなこういうやつもマイク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 マね、怖い。まあ今大変な時代ですけれども、はい、皆さんにあの笑って楽しいひとときを過ごしていただいて、はい、この年末を乗り切り、はい、来年も、はい、いい年にしたいと思います、はいはいはい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。